のと食菜市場は、石川県七尾市に所在する市場である。港オアシスとして、港オアシス、七尾のと食菜市場、及び道の駅のと食菜市場として、石川県道132号七尾高線の道の駅に登録されている。正式名称は、七尾フィッシャーマンズワーフ、のと食菜市場、七尾市の姉妹都市であるモントレーが位置する。 アメリカ合衆国カリフォルニア州の沿岸都市に多く見られる観光地フィッシャーマンズワーフを参考に建設された。また遊覧船カシマズによるナナオワンクルーズを行っている。隣接するナ,ナオマリンパークでは毎年夏にモントレージャズフェスティバル。以前のナ尾観光といえばナ尾城市以外には青柏シワ祭りや石崎笹ぐ搭載など季節限定のものであり、輪島や 門前などの市街観光が主流であった。和倉温泉の宿泊客を七尾中心市街地に呼び込むために常設の大型観光施設の要望が高まったことを受け、官民一体となって整備が進められた。1985年に社団法人七尾青年会議所が6回シリーズで開催した市民大学講座で七尾のこれから進むべき道を模索し、 港を中心とした街づくりというキーワードを得た。古くから港島津と呼ばれ天然の良港として栄えた七尾港を財産として、港から町を再生していく七尾マリンシティ構想を立案し、この構想の推進母体として、七尾マリンシティ推進協議会が設立された。同構想における優先順位の高い事業として、フィッシャーマンズワーフ建設計画を挙げ、その実現に向けて、 野戸国際テント村という構想の疑似体験イベントを継続する一方で運営主体として第三セクター株式会社コーシマズを設立した。こうして1991年の第3回野戸国際テント村と同時に七オフィッシャーマンズワーフ、野戸植栽市場がオープンし、かつてのフェリー不当が年間約90万人が訪れる交流拠点に生まれ変わった。2003年には 国土交通省管轄の港アシスに登録され、2009年3月12日には、同じ国土交通省管轄の道の駅に登録された。2007年6月から2008年5月の入管者数は91万4001人であった。七尾マリンパークとの都食祭市場鉄道バス車道の駅の都食祭市場に関するカテゴリー、港アシス、七尾の都食祭市場に関するカテゴリー、 ありがとうございます。